こんにちは。あなたが好きな女性は奥手タイプですか？それとも積極的なタイプですか？もし積極的な女性であれば、脈ありかどうかが分かりやすくていいですよね。デートに誘ってくれたり、ドキッとするようなことを言ってくれたり、あなたのアプローチが効いているかどうかも分かりやすいでしょう。女性の態度で脈あり、脈なしの判断がしやすいため、可能性のない恋には早めに見切りをつけることができます。無駄に恋に悩むこともありませんよね。しかし、意中の女性が奥手で恋に消極的なタイプであれば、恋愛を進める難易度が上がります。彼女たちが出す脈ありサインはとても分かりにくく、出したとしてもごくわずかなものです。男性をドキドキさせるようなことも言わず、どちらかというと異性に対して距離を取るような人が多いでしょう。考えていることをあまり言葉にしない、おとなしい女性との恋愛に苦労している男性は、今日の動画を見てください。奥手女子のわずかな心の変化を読み取る手段をご紹介します。あの子と少し仲良くなれた気がするけど、本当は俺のことどう思ってるんだろう。反応が分かりにくくて、もしかして嫌われているかもと不安。そんな恋に悩める男性は、ぜひ最後までご覧くださいね。好きな彼女がすでに出しているごくわずかな脈ありサインがあるかもしれませんよ。奥手女子の脈ありサイン1、パーソナルスペースに入っても離れない。奥手な女性があなたに好意を持っているかどうか探るためには、パーソナルスペースを利用してみましょう。パーソナルスペースとは、これ以上近づかれると不快だと感じる範囲のことです。あなたもスカスカな電車に乗るのは平気でも、体が他人と密接している満員電車に乗るのは嫌だと思いますよね。逆に親しい友人とは近い距離で話すことも多いでしょう。このようにパーソナルスペースに入れても不快でない人は、好感を持っている人と言えるのです。特にパーソナルスペースの中で密接距離と呼ばれるのが、その人の半径45センチです。腕を伸ばしたら、彼女の肩に手が触れるくらいの距離で会話してみてください。この時、彼女が同じ位置で会話を続けてくれれば、信頼や好意を寄せてくれています。もしあなたを嫌っていたり、警戒心を抱いている場合は、後ずさりするなどして離れるでしょう。奥手女子の脈ありサイン2、軽く肩を叩くとニコッとする。奥手女子にボディタッチするのってすごく勇気がいりますよね。下手に触って嫌悪感を抱かせてしまったらどうしようと、多くの男性が悩むポイントでしょう。フレンドリーな女性ならあまり気にしなくて済むのに、相手が奥手だと大変ですよね。でも軽く肩に触れるボディタッチなら、そこまで気負わずできますよ。残業お疲れ様、ありがとう、とても助かったよ、などとお礼を言いながら、軽く女性の肩をポンと叩いてみてください。職場なら、彼女がデスクに座っていて後ろを向いている時でもいいでしょう。いえと、そっけなく会釈されたら脈なし。特に振り向きもせず、デスクに向かって会釈をされるようなら、かなり絶望的です。逆に脈ありの場合は、目をしっかり合わせることはなくても、振り返っていいえと微笑むでしょう。女性はあなたの役に立てて嬉しい、頼ってもらえて嬉しいと思っているのです。さらに自然なボディタッチをされてドキッとしているでしょう。奥手女子の脈ありサイン3、面倒な雑用を頼んだ後、事後報告してくれる。おとなしくて真面目な奥手女子には、わざと面倒な雑用を頼んで脈ありを確かめてみましょう。ごめん、今すぐコピー50部頼める？〇〇さんにこの件を連絡してもらえないかな、など難しくはないけど面倒なことを選ぶのがポイントです。すぐに断られたら、まずここで脈なしと判断できます。しかし、自分を押し殺すことのある奥手女子は、大抵の場合嫌な顔をせずに引き受けてくれるでしょう。ここで脈ありの場合は、かなり丁寧な事後報告をもらえるはずです。男性に自分から話しかけるのが苦手な女性は、仕事や業務連絡という体裁がないと話しかけることができないのです。つまり、仕事や業務連絡をきっかけに話を作るチャンスをあなたが作ってあげる必要があるのです。あなたが作ったチャンスに乗っかってくれる女性は、脈ありの可能性が高いでしょう。奥手女子の脈ありサイン4、時間を気にせず会話してくれる。おとなしい女性と2人で会話するとき、あなたが一生懸命盛り上げようとしても、思ったようなリアクションを期待できないかもしれません。積極的で社交性のある女性は、相手の話に対して大きなリアクションを取り、もっと話を続けてもらえるように話題や質問を振ったりします。
しかし奥手な女性はあなたの話を真摯に受け止めるので精一杯。リアクションが薄くても時間を気にせず会話に集中してくれるだけで脈ありと言っても過言ではないのです。男性から女性にアタックする場合はだんだんと話しかける回数や時間が増えるでしょう。どれだけ時間を使っても彼女が迷惑そうな素振りを見せないのであれば脈ありにぐっと近づきます。奥手女子の脈ありサイン5、話題に出たスポットに興味を示す。積極的な女性は今度〇〇行こう、来週末〇〇に連れてってよなどと言えますが、シャイな女性はそんなこと口が裂けても言えません。しかしそれでも彼女たちはあなたとの会話の中で必死にデートに行きたいと訴えている可能性がありますよ。今話題の女性が好きそうなスポットや彼女が興味がありそうな場所の話題を出してみてください。もしあなたとデートに行きたいと思っているならそのスポットに対して強い興味をアピールするでしょう。行ってみたいですというのはあなたに誘われてもいいと思っているからです。逆に誘われたら面倒だと思う相手に対してはその場所に対する簡潔なコメントをするだけで、行ってみたい、面白そうなどとは言わないでしょう。女性は興味のない男性から誘われたくないので、迂闊に興味を示さないように気をつけるのです。奥手女子の脈ありサイン6、あなたの趣味に興味津々。先ほどの話と似た部分がありますが、彼女があなたの趣味に興味を示してくれるのは脈ありを期待できますよ。奥手な女性は自分をアピールすることは苦手でも人に共感することは得意です。あなたの趣味に興味を示し自分もやってみたいというのは趣味を通してあなたと仲良くなりたいと思っているからです。あなたが好きだからデートに行くというのは奥手女子にとって耐え難いほど恥ずかしいこと。しかしあくまで趣味を楽しみたいから行くだけ、興味があるから話を聞いているだけという口実を作ることができれば好きな男性と一緒に過ごすことができます。あなたの趣味のことを話して興味を持ち自ら進んでそれについて調べてくるのは限りなく脈ありに近いです。意中の女性と一緒に趣味を楽しめるようになったら最高ですよね。奥手女子の脈ありサイン7、声のトーンが変わる。おとなしい女性であってもやはり好きな人の前だと舞い上がってしまうものです。少しでも可愛く見られたいという欲求もあるでしょう。彼女があなたと話すときに声のトーンが変わるなら脈ありの可能性が高まります。表情も参考にしたいですね。しかし自分だけで判断すると痛い目を見ることになるかもしれません。意中の女性と話しているときは誰だって冷静ではいられないでしょう。彼女の声のトーンや表情が変わっているかどうかは第三者に見てもらうと良いでしょう。あの子、お前と話すときだけ声が高くなるよと言ってもらえるならかなり期待できそうです。奥手女子の脈ありサイン8、目を見て話してくれるようになる。これまで目を見て話してくれなかった女性があなたの目を見て話してくれるようになったならあなたに心を開き始めた証拠です。好きという感情はまだなかったとしてもあなたを警戒する心はなくなったのでしょう。あなたのことを知りたいと興味も湧いてきた可能性があります。ここでポイントなのはもともとは目を見てくれなかったということです。最初は目を合わせてくれなかったけれど距離を縮めようと頑張るうちに目を見てくれるようになったというなら彼女の心の変化を知ることができます。ゆっくりでも確実に距離感は縮まっているでしょう。今日は奥手女子が見せる脈ありサインについてご紹介しました。あなたの意中の女性が見せているサインはありませんでしたか？奥手女子の脈ありサインはとても微妙なものなので知識を頭に入れて見逃さないようにしてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。